よし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 。始めましょう。よ、よ、よ、まゆです。今日は女の子応援企画、バレンタインデーのチョコを作ろう第1弾。ということでですね、今日はバレンタインデー企画第1弾ということで、作っていきたいと思います。今日はなんか、まあ、学校とかにね、持って行っても可愛いって言われるようなもの、かつ簡単なものを一緒にやっていけたらなと思います。やろうか。私のさ、チャンネルさ、8割ぐらいが女の子なんやんか。だからちょっと女子の応援企画ということで、バレンタインデーをね、ちょっと楽しんでいこうと思います。もちろん男の子が作ったって何も問題ないんですよ。はい、やりましょう。材料はですね、こちらにもう用意してあります。チョコレートを80〜100g、ホワイトチョコレートを80〜100g、生クリーム、あとタルト作るめんどくさかったんでタルトを買ってきました。で、チョコペン、なんでもいいですを用意すれば終わり。まずチョコレートを切っていきます。やば、これ終わった。ということで、チョコペンを使ってちょっと落書きをしていきたいと思います。ちょっとさ、思ってたんと違いすぎてちょっとどうしようって感じなんやけど。まあいつか。アーモンドスライス。できたー。チョコペンとアーモンドスライスでミッフィーちゃん。なんか想像してたのと違うけど、まあいいやんね。なんか下手くそすぎて笑うんやけど、自分の絵心なさすぎてやばい。いやー、もうやめたーい。うわー、もう可愛くできへんかった。助けてー。なんかもううまくできなさすぎて泣いてきた。あー、出ない。なんでチョコペンが出ないの？出ない。かわいいやん。ミニボーロってめちゃめちゃ懐かしくない？久々に食べたらめっちゃ美味しいんやけど。やば。クマさんの出来上がり。クマさーん。あ、もう疲れた。やばい。うわ、失敗した。これスヌーピーとして作ったんやけど失敗。いただきます。うん、美味しいよね。スヌーピーもどきみたいな。できました。これをこのあれに入れていきます。うん、おいー。クマさんとミーちゃんとミッフィーちゃん、いかがですかこれ。で、人によってはスヌーピーに変えちゃったり、まあ実際のね、お手本の画像とはもう全然違うんですけれども、まあできたからいいんじゃないでしょうか。ということで、30分ぐらいでこちら完成いたしました。学生さんとかね、ちょっとなんか
違うの作りたいなって時に一品として付け足してみてはいかがでしょうか。なんか私みたいにさ絵がちょっと苦手みたいな人はなかなか苦戦するかもしれないんですけれども、まあ楽しんでできるのでいいんじゃないかなと思います。個人的にはみーちゃんがめちゃめちゃ好きです。アーモンドがね家に余ってたのでアーモンドをちょっとこの子に見立てて作ってみました。うん、これ冷やしても美味しいし常温でも食べれるからぜひぜひね皆さんも適当にはできひんなけど簡単がいいなみたいな、簡単に作れるのがいいなみたいな時にこれをねちょっとしてみてはいかがでしょうか。ってことで今日の動画はここまで、バイバーイ。うん、最後までご視聴ありがとうございました。美味しいです、おチョコ。友達にあげるよっていう方もいれば、好きな人にあげるよ、告白するよっていう方もいれば、彼氏にあげるよって方もいれば、もしかすると男の人から女の人にあげるよっていう方もいれば、まあね、いろんな人がいると思うんですけれども、まあちょっとせっかくのイベントなんで楽しんでいければなと思います。ってことで今日の動画はここまで、バイバーイ。